はい、お待たせしました。こちら司会実況は私、魚谷由美が、そして解説は勝又健二と森山茂和が務めます。お二人ともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さて最終戦を前にしまして、トータルポイントを、言っていきます。トータルポイント1位が和久津プラス 45.2 ポイント、2位が西島プラス 42.7 ポイント、3位が中西プラス 26.9 ポイント、4位今野マイナス 117.8 ポイントとなっております。はい、このトータルポイントとなりましたが、最終戦はどんな展開になりそうでしょうか。まあ、和久津さんと西島さんは着順勝負ですね。はい、で中西さんは自身がトップで、はい、和久津さんが2着の場合は8300点差、西島さんが2着の場合は5800点差をつければいいんで、はい、まあおそらく、はい、トップを取ればそれぐらいの点差はまあ普通つくものなので、はい、3人のうちで一番着順が良かった人が優勝になる可能性が極めて高いですね。なるほど、はい、今度はちょっと厳しいですか。まあちょっと現実的なポイント差ではないですよね。はい、しかし今度は、南三局が親番ということで、それまではそうですね、もちろん、はい、ゼロではないですからね、可能性が。はい、はい、ということで、ほぼ着順勝負になりそうだということですね。そうですね、はい、はい。さて対局室の方も準備ができたようですので、カメラを切り替えていただきましょう。はい、それでは決勝最終戦開始してください。はい、たった今審判長藤原貴博の合図によって最終第5回戦が開始されました。最終戦第5回戦、ちーちゃが西島、なんちゃが中西、しゃーちゃが今野、ぺーちゃが和久津となっております。ドラは数層です。日本プロ麻雀連盟では、最終戦前の着順によってこの座り並び順が決まっているということですね。そうですね、はい、はい、トータル2位の西島がちーちゃ、トータル3位の中西がなんちゃ、トータルラスの今野がしゃーちゃ、トータルトップの和久津がペーチャとなっております。はい、はい、さあ中西の手牌が、2面つとドラ受けのある両面があります。こちらは和久津です。1面つと両面ターツが2つあります。今局は中西が早そうですか。まあ、ハイパイを見るとそうですよね。はい、はい、まあ、こういった着順勝負では、はい、まずは、はい、自分が勝負に見合わない手で放置してしまうのはかなり苦しくなりますね。はい、あともう一つ、どこで勝負、どこを勝負どこにするかっていうのが一つのポイントになってきますよね。はい、勝負どころの見極めが大事になってくると。そうですね、例えば、はい、トンバの段階で数千点リードしてるってそんなに得な状況とは言えないんですよ。はい、なので例えば決めうる1万2000が見える手を、はい、例えば3900とかで上がってしまうのがすごくプラスかって言ったらそうではないので、はい、なるほど。それは流す局面というのが減ってくる。まあ、決めれる時にしっかり決めた人が、はい、勝利に近づくんじゃないかなと思います。はい、さあ和久津は単品系のイーシャンテンです。まあ、ドラが数層な分地層の方を残すのが自然ですよね。はい、ガン地層引いていいペコつけようと思ってよく書いてる。それはあるね。はい、手広いけど数ピンを紡ぎました。ただ2ピンはないからね、2ピン前に1枚切れてるからね。とりあえず例えばパーソーなどを打って、うん、リャンマンサンマンの重なりから面単品に移行する手もありましたね。はい、だからまあちょっとその辺はね、ただこの辺どの辺でパーソーを切るかっていうね、タイミング考えてもらえないと、はい、ここがチートイツのいいシャンテンだったね。ね、ドラが入って、はい、いいところが入りました。イーマンが1枚切れでイーマンの方打ちました。まあ、中西さんの手の形だともう今のだとあんまり高い手はねちょっと狙いづらいからね、白をどうするかですね。はい、白ポン点の七層、ただドラが数層だからそれがちょっと嫌ではあるけどね。はい、
さあここは手がぶつかりそうです。今度もいいシャンペンになっております。3層は紡ぎります。まあ、コムさんは面前テンパったらリーチいくんでしょうね、うん、はい、まあ、今度くいかないでしょうがないからね。さあなかなかテンパイが入りません。ワクツテンパイ、はい、西島がテンパイです。まあ、これはチーマンが自然どれがするそうなんで、ウーソーを切ってチーマン短期だね、うん、はい、ウーソーを切ってチーマン短期に受けます。このチーワンは、山に残り1枚。このチーワン出る可能性は、そうですね、シャーが何個になるか出ますね。今野くんが788だからね。そうですね、うん、ついてないしね、うん、さあこれで、ね、アナンはアナンダメだ、振り点だ、振り点です ね、うん、なんかね、チートイツに見えないんだよ。リーチ行くな、テンパイが入りました。うん、これでリーチ来るね。はい、中西がスチーソーでリーチです。ここやめちゃう、いや、ここやめちゃうからもう出なくなったね、はい、チーワンがね。チーソー3枚、打ちづらいですね、リアウピンは。ただね、ワンチャンスなんだよ。ワクツはどう打っていくのか。とりあえずパーソーですか。ただ中西の今までの、はい、仕方を見るとパーソーが安全牌とも見えなくですか、はい。まあ、やっぱり、まだ取らないですからね。ここ放置したくない。あ、これ間違いもできます。いや、できないでしょ。あ、できますね。あ、できるか。チーワンを見ると小さでした。そうだね。ただこれは待ちは変えずに、チートズ、チートズだったのにね、変わったけど、はい、うん、そうか。とりあえずシャンポンでも、ね、まあ急走が現物だったからですね。はい、そうですね、急走が打てる牌でしたね。やめた、うんうん、なるほど。まあ、やはり自分がドラ持ってない手で、しかもいいシャンテンで、うんうんうん、はい、なかなか手が伸びなかったからね、はい、ただここで数層積もると大きいね。ドラの数層の方、数層残ってんの。スーソー山に2枚あるか、ね、チーソーが1枚です、ね、スーソー2枚です。うん、さあ親がね、ただテンパイはしてるけども、これも振りたい。トイツいっぱい切ってんだよね。まあ、ここはもう降りるの簡単なんでね。はい、今度は中南高都市に入ります。これで数層しかなくなった。小さがなくなったの、これね。うん、さあ、安全度はスーピンの方が高いですけどね。はい、スーピン。まあ、残りの順目も残り順目も考えると、テンパイレンチャンでもよしっていうふうに思うかも思うんですかね。はい、どうしますかね。手堅く打ちたいでしょ、やっぱり。はい。ただ西島のチーマンもまだ生きています。あ、あ、積もりました。すごい、4000オール。これは大きい積もです。4000オールの上がりとなりました。いやー、トンパツからこれは大きい上がりです。ねえ、最後のチーマン、はい、ね、しかもあれですよね、中西さんからリーチ来たからチーマン短期のままで上がれたっていうところもありますよね、うんうん、展開がその、うん、そうだね、西島さんにプラスの位置来てなかったら G1 短期にしたから数層チーソーもあったっていうことか。そうですね、スチーソーにしてた可能性が高いんじゃないですかね、うん、もしくはスーピン短期のその場にやすいピンズを狙いに行った可能性もありますし、可能性もあるからね。どうかな、この上がりは大きいです、うん、さあトーン1曲1本場、ドラは数万です。でも、もうこれ、まあ、要はトップ条件みたいなもんじゃないですか、はい、全員、はい、でトップしか価値のないハンチャンでの4000オールのリードは全然決定だとは言えない、大きいは大きいですけ ど決まり手ではないんで、西島さんはこの勢いを生かしてここでもう一上がり、ね、狙いに行くのが大事です、はい、下手にこうバタバタしないでね、はい、まだまだ山がいくつかあると思った方がいいでしょうね、はい、そうですね、逃げようと思って逃げれるリードじゃないですね、4000オールは逃げようと思うと、ね、おかしくなっちゃうからね、はい、やはり全員がトップ条件であるハンチャンというのは全員がそこだけしか見てない分、他の人たちが2着を取りに来てくれれば4000オールは大きなリードですけど、はいはい、さらにここは仮定していきたいですね、一発ラドラリだからね、すぐにね、1万2000ぐらいすぐできるからね、はい、
そうですね。お、スワンコとかそういうのがあるよ、ここね。お、あ、でも決め打ちしましたね、統一点に。はい、中西はパーピン、アンコなりローピンを切っていきます。ね、今の、親マンが出た分ね、なお高い手を狙いやすくなったからね。はい、さあ、来た、イシャンテン、ね、ローマンウソチュンですね。ローマンウソチュン、チュンはどっかに一枚あったね。ローマンはもうありませんね。チュンは西島の手配に1枚、チュンが1枚だね。そうですね、ウソとチュンが1枚ずつか。ポンテン取るんですかね。いや、取らないと思うよ。1枚目は泣かないんじゃないかな、ね、そうですね。やっぱスワンコ上がれば相当でかいじゃない。そうです ね、だけど本店ぐらいじゃ大したことないじゃない。はい、まあそれは分かんないですけど、まあ泣かないと思いますよ。はい、手作り割とねしっかりされてるからね。えチュンが出たね、これ泣かないでしょうかね。チュンは、はい、スルーしました。全然もう見向きもしないですよね。そうですね、うん、次は泣かないでしょうがないかな、さすがに。そうですね、うん、あとただ、はい、ウソとチュンだよね、が1枚ずつですね。うん、そうなんだよね。まあ浮いてるシャアが重なったりも、あ、シャアは1枚切れか。シャア1枚切れだね。これウーアンね、ドラがスーアンだから残したいんだよね。まあ打点も欲しいですからね、うん、西島さん、はい、あの地層をつもぎりました。ただ7、9なのか想像の1、3かは違うからね、今のはね。今の地層がどうなんだろうね。あ、おそらく、一通の目を残してのチーソーだったの。ただ一気通貫とかなるとドラがいらなくなっちゃうからね。はい、うん、まあ多分そうだろうけどね。はい、一気通貫のこの形はちょっと難しそうだよね。まあ後継と打点の天秤で関連度残しといた方がリアムパーソンの変化が効く方がローソー引いてイペイ後継よりも価値が高いっていう判断かもしれないですね。うん、ただスーソー引いた時にはね、チーソーが頭になってね、ウーバンくっつきになっちゃうの。はい、だからそういう利点もあるからね。はい、うん、まあ、その辺は一応言ったんだけどさ、はい、ただ上にくっついてあのスチーソーパーソーみたいな形が残る方が、はい、あのいいよ。パーカンパーソー入っても9ピン切ればいいからね、はい、この形ね、カンパーソー入って9ピン切るとかね、スチーソー入って、まあ、あのスーワン引いてくるのが前提だけどさ。はい、もう中西さんは決め打ちですね、完全に。うん、まあいいんじゃない、それでね。そうですね、ローソーなどがあるとテンパイはしてましたけど、そうですね、これリーチ行くか。これリーチ行く手あるね、バーに3層2枚ね。あ、行かない。ただ行く、これテンパイ取るなら、取るならリーチがいいね。取るならリーチ、イーソー切る手は全然あると思うんですけど、うん、それはおかしくないけどね。取るならリーチ行かないと、これあの4000オール積もった後の、はい、この西島さんのリーチに、まあ、積もりました。これはちょっと、これはあのあれですよ、これ損だったね。はい、700は800オールの積まれてました。ただこれが傷になるかもしれないね。他の2人にとってはチャンスとも取れますね、うん、これ最低26オールだからね。はい、うん、裏乗ってれば4000オールもあったわけだから、はい、これはちょっとあの甘かったな。はい、4層がいい町であっただけにリーチの手もありました ね、うん、さあしかし西島親番がまだ続きます。ただそのあたりがもううまくいってるのよね。ソード3、1外してだってあったわけだから、はい、ただ両層が山にあるって例えば考えたかもしれないし、はい、ね、9層から外したらうまくいって関連層になりました、はい、だったら行ってよかったねきっとね、うん、まあ積もったのはたまたまですけど、あの局面でリーチ行くと他の2人へのプレッシャーはもう、はい、うん、とてつもないものになりますからね。ここの西島さんのリーチに打ったらさすがに厳しすぎるので、うん、まあ、それもそうだし、町ジャンソーはいい町だったね、うん、はい、それが大きいと思うけどね。それとうまく打てた、はい、都合よく打てたっていうね、はい、そして、うん、トン一局日本馬ドラはローソーです。その暴走が今野君が手がいいんだけどね、はい、今野君が上がってくれればいいけど、はい、中西にアンコウですね。さあこちら中西の手配、ね、ドラのことね、はい、うん、今度くんも悪くないですね。そうですね、うん、今度は単ヤオなどが見える形。さあ西島は少し苦しい手配でしょうか、ね、うん、さあ中西はなんとかここで上がりたいところです。今度くんがこれ上がってくれないと全然違った展開になるんだよね。まあでもこの手組みしてるからには上がるかな。あの南三局の山ではもう普通に上がってくれればね、条件を目指して頑張り続けるってことだと思いますけど、これもすでにイーシャンテンだからね、ほらこう外したね。ただ単に上がりを取りに行ってないね。
今の形はね、はい、6、7、8の3色も見つつでしょうか、うん、なんかそこにそこでどうなるかが違ってきますよ。そうですね、単純にとりあえず上がりだけ取りに行ったのとは違うからね。はい、さあこれでさらに残すかもしれないよ。手広くなりますが、まあ、これもうマンズの一緒か見ない。ねえ、チーピン今残して、要するにあのパーソーかなんか切ったよね、想像、はい、を切ったということで3式を見てるっていうふうなことにね、はい、うん、これで123、違う違う、こっちはあれか、あドラ引いたね。でもね、さあこれでまだまだいかない、まだチーピンを切りませんか、それあのやりすぎだよね。はい、これでリャンマンを切っていきました、うん、もう完全に遊び手になっちゃってるね、うん、そのだからまだ諦めないで普通に上がりに行って、はい、とりあえずね、一番まだまだ可能性あるぞって考えていかないと、はい、ね、要するに普通に打ってればもう多分テンパイでしょ今の。そうですね、今の数万匹でおそらくテンパイが入ったと思います、うん、ね、それからスタートしないと、ただまあね、はい、無理があるんだけど、はい、そして、ね、もう相当やばいんだけどさ、はい、西島が1日3の3色のインシャンテになっております。この今野君のリャムピンがね、簡単に言うともう終わってるね。例えばダマならね、バグツからウーピンが出てるからね、はい、うん、だから今はあの簡単に言うとない局面をやってるんですよ、はい、こういうの怖いのよどうなるか分かんなくて、今野君が上がってくれないから、はい、そうなると誰が得するか分かんないね。そうですね、うん、中西さんがここで後継変化諦めて安全牌持ちましたね、うん、まあローマンが3枚切れて数万が2枚切れだったんですね。ただ和屈もね、これとりあえず打ってるの助かってるし、はい、ね、どうなるかね。ここねドランクだからね、ただもうそこのスチーピンのとこダブルメンツだからね。さあ、テンパイが入りません。今度馬はつもぎり無理だって狙ってるからね、はい、3式を無理やり狙ってるから、まあ、ある程度局が進んでからな、それはあるけどね、はい、もう今はもう今度普通に行けばよかったのにね、あんまり、はい、自分があまりにもなんていうのかな、極端な打ち方しちゃうともう全体が狂ってきちゃうからね、はい、うん、その辺が麻雀難しいですよね。西島この数ピン残すとリャンピンの受けもできます。手広くした方がいいですね、はい、はい、手広くチューンを打っていきました。リャンピンがもう場に2枚切れてるんだよね。そうですね、これでリーチですかね、うん、ローマンが3枚切れ、まあ、リーチいきました。はい、今度はこれでリーチを打っていきます。まあ、これはリーチ打ちましたけど、とっくにリャンピンで打ててるはずだからね、はい、まあ、つも上がっ、はい、うん、リーチだったら和屈さん打たないだろうから、打たないからね、今でつも上がりですよね。マンガンはもうドラのローソーがあるから、マンガンは、ああ、勝負になった、これはいきますね、うん、しょうがないね、はい、いや、これはもう数ピン切ってリーチ当たる可能性あるんですよ。当たっても決めに行くべき局面だと思いますね。ただ、いつもダマ点だったからね、ダマ点にしたね、うん、まあ今度のローキューマンは場に3枚ずつローマン9番、ローアンがもう3枚でしょ、はい、キューマンも3枚、うん、なので、あとチーマンが、チーマン3枚止めないですね、あ、3枚ありますね、あとキューマンが1枚と、ここもインシャンテンだね。イーマン2枚残り、イーワン2枚残り、でもイーワン 5% だね、テンパったぞ。あ、いいシャンテンが降りちゃったんだ、ここね、ごめんなさい、はい、チク完全に外しちゃったんだ。これリーチ行く手もあると思うんですけど、あ、掴んだ、掴んだ、垂れてますね、いくらが足らないでしょうかね、うん、今度がリーチ、タンヤオ、ドライチ、お、5200は5800の上がりとなりました。場がいろいろどうなるか分かんない展開になってくるよね、うん、こうやって違う上がりが出てくるからね、はい、本来は今度がマンガン積もっていた可能性が高いと、まあ、ね、リアムピン玉ならすぐに出て終わってるし、はい、みたいなね、うん、はい、トン2局になります。まあ、今野君今ね親番なんですけど、親番の前だからとりあえずね、もう何の遠慮もなしにね、はい、まあ、遠慮したわけじゃないんでしょうけど、無理な手を狙いましたよね、はい、親は中西、ドラは9ピンです。うん、なんかそんなね、手悪くないよ、
はい、ね、中西はピンズで一メンツと両メンターズがあります。まあ、じゃあツモ次第ですからね。はい、うん、まあ、ツモ次第ということは勢いがあるかどうかっていうのが大きいからね、はい、勢いさえついてくればもういくらでもね、はい、手が伸びて上がれる。お、いいとこ来たじゃないですか。はい、スーピンが入りました。まあ、まあね、うん、さあ今度はまだ苦しい形です。靴は白が統一になります、はい、ここはねしばらく我慢して親番にかけないとダメでしょうね。今手がそんなに良くないから、はい、このリャンピン残し方が面白いね。リャンピン1枚切っててリャンピンのね第1弾にリャンピン切っててね。そうですね、だから3とか引いてくるといい形の待ちになるからね。はい、うん、あ、これ管理リャンピン入ってない。管理リャンピンが入ります。西島です。ここも悪くないね。中西はこれ一年間見てますよ。割とあの手作りをねする方なんで、ね、はい、手役見てますよね。3色の目はいつも必ず残してやってますね。上水を狙ったりねして、まあ、仕掛けないと思いますけど、和久さんは今みたいな手で拍手かけない方がいいですね。まあ、別に行く必要ないね。そんな小さくしちゃったね。こういう時に拍手かけるとどんどん苦しくなっていくと思うんですよ。なるほど。しかもまだ形もそこまで良くないですよ ね、まあ、ドラが重なってですね、初めて仕掛けれるようになるのは。はい、いい番が面白いね。さあウーピンが入って西島考えます。リャマンを切っていきました。ああ悪い方に悪い方にいっちゃったね。はい、リャンピンにこだわりすぎたかもしれないからね。リャンピン切っておくとちょっと余裕があって。そうですね、ね、うん、違うんですけど、うん、こちらは和屈の手配です。例えば2枚目の白ももう仕掛けない。僕は仕掛けない方が得だと思います。うん、これは仕掛けづらいね、手の形がね、はい、あの仕掛けるならば、はい、安いならばポンテン、はい、もしくはドラが重なって、テンパイじゃないならばドラが重なってから、はい、でないと見合ってないですね。なるほど。ここも今野君のチュンがさ1枚切れてて2枚目のチュンどうするんだろうね。今度はどうしますかね。まあ、ポンテンだったら仕掛けるんですかね。どうするんだろうね。ポンして両面両面のいいシャンテンではありますね。あ、ちょっとしなそうな気がするんですけど、うん、だから2枚目だったらただ泣かないと、はい、あ、今度くんなんちゃね、うん、本当は泣かないとダメだよね。いくらなんでも上がりに行かないとな。はい、さあ中西がうん、要するに 3色にしたいんですよ。3色の後付けでしょうか。テンパイだけ取っといて、はい、ただ事件が起こらなきゃいいけどな。おそうですね、和屈に白が、まあ、でもこれちょっと捨て牌がプレッシャーかけれる捨て牌になってるってことも大きいかもしれないですね。しかし西島にも白が来たのでどちらにしろ入ってますね。うん、どちらにしろ入ってるの。入ってるね。ただこの辺の仕掛けがね、ただ、はい、今まで、あ、ドラ重なったじゃない。あったあったあった。これは攻め返せるか。硬い、硬かったね、3万ね。もう、上がり重視ってことですね。手広さ重視しましたね。3万切ったよ。まあ、何にせよ3層ぐらいかと思いましたけど、数層が2枚切れてる分、ね、うん、あれが失敗にならなきゃいいけどね。3万ないから来ないから大丈夫か。はい、ね、いやでもこれ冷静、ね、ただ冷静は冷静でマンズ安いしね、うん、1日3の空いてるしもあの辺は大丈夫だろうからね。いやこれ存外最善手かもしれないですね。これがこの数案は結構、あ、ここにこっち流れた。あ、もう白打てなくなりましたもんね、うんうんうん、いやただここでテンパイはね一応キープできるからね。西島さん手の形良かっただけに勝負で押していく、押してってもおかしくないと思うんですけどね。しかし和屈は数アンコイーシャンテンだっただけにこの3枚入りはすごいですね、うん、あ、ドラ出たらポンテンだよ。これはポンテ ンです、ね、これはこれ何待ちする関数ワンですね。関数ワンね、いやこれ関数ワンでうまくいけばすごいけどな。これでトイトイの方になっちゃった時の最低だね。しかし中西は、ね、嘘つもとか言ったらさ、はい、嘘つもだ、嘘つもるのがあるぞこれ。
中西は今までこういった仕掛けがなかっただけに。今野君は大丈夫だね。嘘だけ引くなよ。あ、これでシャンポン。ああ、シャンポンになった。あれですね、もう3万使い切られてるっていう感覚だったんでしょうね。今シャンポンになったね。はい、あれ分かんない場合まであるよ、これ。はい、ウーソーがあと1枚。馬はないですね。はい、馬はないです。まあ、数万も残り1枚だったんで、枚数的には変わらないか。ここで枠数が上がると、大きな上がりとなります。ね、数万2枚あった。いや、中西さんにとっても勝負の曲になりましたね。中西さんはこの仕掛けがどうでしたでしょうか。うん、ここはもうね、ちょっとあれ、おっとそう、落ちたね。スーは結局上がれてないね。スーは、はい、両サイド流れちゃったからね。あと1枚ですね。うん、あ、まあそう。さあ、和靴の嘘は残り1枚。嘘はどうなるかな。中西さんは現状やっぱりありません。あ、まあ、安めが入りましたね。はい、ウッパーピンが強そうですね、やっぱり。そうですね、今度はウッパーピンで転敗しています。ウッパーピン3山、まあ、ただダマ点だからね、あんまり怖くないね。中西さんはもう本当に流局を願うばかりですよね。そうですね、嘘現物。さあ、嘘いるのか。カンだ。カンしなきゃダメだね。はい、リアンソーのアンカンが入りました。問題はどれがなんだ。チーワン。ドラはチーマン。ああ、今度持ってない。ピンズか。引いた。あ、パーピン。当たり入る。これは今度の論敗だ。ただそんなに高くないからね。はい。うん、2000点でしょ。はい、2000点の上がりとなりました。うん、まあ仕方ないね。はい。いや、ちょっとでもドキドキしましたね。ただやっぱりちょっとあの中西さんの方向性がちょっと危なかりかもしれないね。そうですね、中西もうちょっとあんなに焦んなくてもよかったかもしれない。今まで空いた仕掛けはなかったんですが、うん、経点だけだからね、とりあえずね、はい、まあ、変化させたかったんだろうけど、もうちょっとなんとかなったかもしれないけど、まあ危なかったね、はい、ちょっとね、まあ、でもちょっと最後まで終えてないですけど、うんうん、仕掛けなかったら西島さん上がってた可能性あるんで、うん、ただそれはほら結果論だから、うん、ね、はい、うん、それ言っちゃうともう結果になっちゃうから。ただあそこの仕掛けの方向性がどうなのかっていう点はね、はい、だからちょっとその気持ちが焦っちゃってるかなみたいなのがちょっと感じるね。もっと余裕持って打たれた方がいいと思いますけどね、はい、うん、そうすればチャンスがあるけど、せっかくねここまで来てるからまだまだ、はい、どうでもなりますよ。そうですね、うん、本当にワンチャンスだからね。1回9ついちゃったらやっぱりね、すごくバッと上がれる形になるから。はい、さあ、トン3局1本バー、あ、違います、すいません、今ね、親が流れちゃったの、はい、結果的にも親流れちゃったんだけど、どうだったかな。阿久津の 今の打ってもね、そんなにあれが満貫ぐらいだと相当ね、関してドラ2枚ぐらい乗せて満貫打っちゃってると相当価値が遠いような気がしますけど、はい、あれを打って2000点ぐらいだったら、ね、はい、ほとんどダメージないんで、はい、まあ、何よりももう攻めるべき手配でしたからね、うん、それは仕方ないもんね、はい、あの、うん、ドラも泣かせてくれてね、ドラ1枚だったのが2枚になってポンまでさせてくれてトイトイになってっていうね、はい、もう目いっぱい行くしかないわけだから。さあ、こちら西島の手配です。はい、西島さんにとってはもう理想的な展開で一局紹介できましたからね。ロピンからか、そうか、ロピンからっていう手もあるな。はい、うん、ロピンを切っていきました。ヘドラ受けも残る形ですね、うん、まあ、カンちゃんにはなりたくない。はい、っていうこと。ああ、理想的。これはどうするかになりますね。これは1ですね。リャンピンか、うん、サブローはスーなんで、まあ、さっきも言ってたように、うん、この1万5千点差は逃げ切りにいっちゃダメな点差なんですよ、はい、あの、まあ、もちろんドラとの入れ振り返りで漫画見込める手になりますけど、はい、ただ裏ドラ狙えばいいからね、はい、リーチ行く一手だと思います、うん、ここは、はい、積もってね、万が一積もって積も白だけじゃしょうがないもんね、はい、うん、まあ、何よりも出上がりの1300が、うん、
これがあの仮に枠さんの親とかでやればダマ点っていう選択ももう少し出てくるのかな。それでもリーチいくと思うんですけど、うんね、あると思うんですけど、はい、さあそして西島はサブローマン数万の町でリーチをかけています。数万がもう山にはありませんが、サブローマンがあと7枚生きてますね。なんか積もりそうな感じだよね、はい、積もりそうな感じですね。中盤積もって大山積もってる人だからね、はい、落ちてる人だったらね、調子の悪い人だったら難しいんだろうけど、さあ積もりました。裏ドラが大きい大事、ね、はい、ビーズも吐く、うん、裏はありません、はい、線に線の上がりとなります、まあ、しょうがないね、うん、いやでもあれですよ、中西さんと阿久津さんにとっては痛い、うん、厳しいですもんね、はい、戦に戦でも加点されてるからね、うん、ただドラ乗らないでなんか2人はホッとしてる感じがするよね、はい、あれでドラ乗っちゃうとかなりわーっていう感じする、がっかりするけど、そうですね、あドラ乗ってないぞみたいなね、まだまだ可能性あると思えるよね、はい、まあ、本当にここはちょっとここは感覚なんですけど、はい、勝負どこはオーラスの枠さんの親だと思うんで、ね、西島さんこの親、うん、枠さんの親を蹴ろうと苦しい仕掛けは絶対しない方がいいですね。なるほど。当然あのポンして両面待ちとかの当たり前の仕掛けはすべきなんですけど、うんうんうん、あの例えば前半ちゃんのオーラスのような遠い仕掛けはすべきでない局面ですよね、ここは。はい、東4局親がワクツ、ドラはローピンです。第一だからね、ここチュンで言ってるんだけど、もう小さぐらいでいいと思うんだよね。なんで手を大きくする可能性を捨ててるね。なるほど、うん、とりあえず上がりを取りに行ってるんだけど、はい、まあ、そのまあ上がりを取りに行くのも大事だけど、やっぱりよりね加点してっていうのをしといた方がいいと思うけどね、はい、ちょっと本一含みの手だからこれね、はい、うん、ねえかもう全然そういうのを見てないけどね、どうかな、そっちの方向でうまくいけばいいけどね、はい、まあ、勢いに乗っているので手なり重視って考えてるかもしれないですね、その辺がねちょっと分かんないんだけど、はい、ただどっちが手なりかっていうと小さいぐらい切ってから全然手なりだから、はいね、うん、さあ西島はローピンを引き入れていい形になります。ドラがねローピンだからね、はい、ここは7、8、9、1を見ながらね、ワクツは偽装があんこになって一歩前進、まあ、少しずつね手は進んでますよ。さあこれでイーシャンテに受ける3ピンを打っていきます。ウーアンくっつけてね、あの辺の3式も見てと、はい、中西さんもあの打点ある手作りしたいですね、うん、あの当然ワクツさんともライバルなんですけど、はい、やっぱり今の一番の相手は西島さんなんで、はい、あのここを安い手で上がってしまうと嬉しいのは西島さんになってしまうんで、はい、ここはチーワンだね、ペイが、ね、ないんだよ、うん、ペイがないからね、ペイが残ってるとちょっと違うかもしれない、ね、なるほど、ペイが2枚切れなのでチーマンを打っていきました。うんうん、冷静にねチーマン切りましたね。さあ今度は7、8、9が見たい、まあ、3式見てますけどね、うん、うん、イーシャンテンだねこれでね、はい、ワクツはイーシャンテンです。西島はこれで少しいい形になります。まあ、ただパイがあんまり ないね、例えばパー層が流れ、3層が流れみたいなね、はい、ここがリーチテンパイ入ってリーチ打てばちょっと来ないでしょうからね、はい、さあどちらが先にテンパイが入るのか、ここがドラだね、はい、いや難しいですね、チンピンか、はい、ドラの出ない形にしました。固定した方がね、分かりやすい、こうしつこく3色を受けてますね、はい、さあ今度は3色、下敷きの3色いいシャンテンです。3色が残ってる分ね、あの9番が残ってくれるから、はい、バグツが6、9番テンパイ入れば、まあ、今度くんがね来れば上がれる可能性ありますね、はい、いやーといつでも若干見えてきた、うん、ね、まあ、これ単野を決め打ちです ね、はい、テンパイしないと。さあ、ウーマン積み切ります、うん、さあこちらもテンパイが入りません、う
見たかったね。そう、まあでも換算何残して6球も上がるのは難しいですもんね。だけどまあ形がいいからね、はい、もうちょっと早くくっついてくれるやね、はい、そうですね、3色あった分ったんだけど、うん、さあ中西は手が単葉には向かっていきます。転廃したいね、ここはね。さあ西島、ワクツイーシャンテンですが、どちらも転廃が入りません。ここ、まあ、ここでウーピンですかね。はい、これでイーシャンテンになります。ドラは間違いなくポンですね。うん、ドラ出ないだろうからね。さあ転廃しないと。さあ転廃が入りません。あ、ドクドクに、あ、チーマンがないのか。そうですね、ペイもない、ね、1枚1枚残ってる分、やっぱここも、まあ、残ってはいるけどね。もうどうしても転廃取りたいんで僕はトン打った方がいいと思うんですけど、なるほど、軽点自殺だと思うし、うん、はい、今野君の6番がどっかで転廃するやつ出ますよ。さあ本店で入ったね。この2ピンをポンして、はい、3層ローピンのシャンポンで転廃です。3層がここに1枚か。3層は、山に1枚。あ、これはローピンこっちだからね。そうですね、このローピンが最後のローピンですね。ローピンがなくて3層だけですね、残りね、はい。あ、西島は悩みます。今、ね、はい、野君の9案がどっかで出てくる可能性があるからね。そうですね、あの、うん、中西さんの現物でもありますし、うん、単野っぽいからね。だから天杯、あ、9番全然切ったんですね、はい、なかなかったんだ。あれなかなかったですね。あ、天杯取んなかった、なかなかったんだ。切り点取れませんでしたね。そうなんだ。さあそして今野に天杯が入りましたね。ウッパーマンで金譜の天杯です。いやいや、枠図も落ち着いてるよ、ね、焦って天杯取ってないもんね、うん。さあこの数ピンは打っていきました。さあここはテンパれない。いやー、テンパれない。ただまだあるからね。もう次は間違いなくチーチしますね、まあ、ね、どっちが出てもチーしますね、はい。まあ、今野さんがテンパしてくれてる分、うん、ローソーのチーとかの可能性も、あ、ローソーはできないのか。これ、あ、これ出るかもしれない。中筋ですね。チーワンかもしれない。枠図を見るならチーマン。枠図を見るならチーマンだね。あるわか。中筋。そうですね。ケマン取ったと手出し入ってないですもんね。はい、これチー点ですもん。これでやっと電波取れたね。でもなんと。はい。チー点が入りました。三増一枚残っている。電波してたね。9番入っててね。リーチ入ったね。そうですね。9万が流れます。でもこの順目でチーしないのはなかなか無理ですよね。そうそう。それは仕方ないんだけど、はい、リーチ入ったねっていうね。うん、あ、食い下がった。あ、そうですね。この三蔵は出ません。あ、これ中西さんが積もってましたね。あ、そうなんだ。へえ、面白いもんだね。そしてパーマンも食い下がりましたね。あ、降りてですもん。三蔵が下がって今野さんが降りて、うん、パーマンが通るようになってた。そうですね。いや、すごい紙一重の連チャンが。はい。ああ、そうね。はい。すごいね。枠通中西の二人転廃となります。ありえないようななんか連チャンみたいな。そうですね。はい、トーン4曲1本場なんか都合よくうまくいったね。ただの結局ね、あのなんかわかんないけど、あの 1枚目の9案とか焦って泣いてないよね。そうですね、あれがいいとこだと思うよ、はい、まだまだ面前でね、頑張ってさ、はい。そしてワクツの連チャンです、ね、ドラマ中ギリギリで泣いたから今の形がね、あったみたいなさ、はい、なのでね、その辺は落ち着きがあっていいんじゃないかな。泣いてもひどいとは言い切れない9万でしたもんね、順目的には。そうですね。さあどうですか、まあ、手の形は悪くないね、はい、うん、ドラのチューンがね、どうなるかですけど、はい、どっかでチューン切りたいんですけどね、うまく重なればいいですけど。でも中西さんにとっても食い下がってくれたのは悪くないですよね。まあね、もっと高い手になるね。1000、2000積もって1局消化してしまうよりも、脳天バッグもらって3ポイント縮まって1局増えるってことを考えたら、はい、中西さんにとっても悪い連チャンじゃないですね。点数だけを言えばね、はい、うん、ただやっぱり麻雀というのは上がれるかどうかっていうのが大きいからね、はい、あそこで例えばあの苦しい形を上がってるっていうのは多少勢いがついていいかもしれないからね、はい、その辺が難しいですよね、はい、はい。そしてちょっとコメントであったんですが、うん、私あの実況なので、中西さんはアマチュアの方なんですが、私はちょっと3付けの3つけないで呼ばせていただきますので、よろしくお願いします、はい。
ラノチュンが1枚浮いて、はい、ドラノチュンがただね、ドラノチュンみんな浮いてるんだよ1枚ずつ、うん、だからみんな浮いてるってことは要するに別にね困らないっていうことだから、はい、だからまあそのある意味で状態的にそんなに悪くないのかなっていうね、はい、うまく打つ必要ない、いつ切っても、はい、いつ切ったって問題ないみたいな、はい、誰から切り出すかですかね、うん、まあ誰が切り出すかわかんないけどね、ただ誰かが重なれば違うけどね、はい、うん、まあ、手配が一番整ってるのは中西さんですよね、うん、はい、中西さんはやっぱりリーチのみはちょっと嬉しくないんで、うん、あの、はい、まあ天敗打敗にはなりそう、あ、まあでも2ピン3ピン重なるとってもおかしくない、単野王が見えます、これでもおかしくない、うん、これで3王5分組のいいシャンテンですね、あ、これ切っちゃったか、はい、打っていきました、もう思い切って2ピンとか打つのは、そうそうそう、だからね、あのトイツチートイツとかスワンコとか見てね、やっぱ優勝狙っていくにはね、そのぐらいの点数欲しいじゃない、はい、ね、ただまああのどうせチューン流れてもいいやっていうこともなくはないわけでね、はい、要するにもう破れかぶれみたいなとこもあるんで、ね、ただチューン重なったりすると、ね、はい、ただ例えば E ピンが入った時に、うん、ウーピンとチーソーのシャンポンですつもり参考での万眼リーチなどもありますよね、うん、だからそうしようということですよね、うん、今のチューン切りは、あ、あの、まあ、森山プロがおっしゃってたのは、はい、あのそういう手作りの方向もあったっていうことで、うん、もっと、まあ、例えばもっと高い方向にしようと思ったけど、はい、やっぱりここで何点欲しいかっていう話になった時にね、はい、やっぱり例えばあんまり安いと嫌でしょう、はい、でチューンが、まあ、万が一重なったら相当ね大きいからね、はい、まあでもそうですね、中西さんはチューン切った以上、大谷さんが言ってたように例えば E ピンを引いたならばシャンポンでリッチいきますね、はい、まあ、数ピン引いたならばちょっと話は別ですけどね、単用でね、はい、はい、さあこちらがワクスの出会い、ワクスさんからしたら、うん、あの中西さんのチューン切りは中西さんは、うん、あの2万点弱の差を追いかけてる、はい、打ち手なのでがチューン打つっていうことはあのもたもたしてられないぞって思いはありますよね、はい、もうこれはアクスさんは形にこだわらず転敗したら全部リッチでしょうね、割とでもそういうタイプだよね、はいはい、もうどれ入ってもリッチですね、はい、さあこの3ピンはつむぎります、イーソーが出てないな、いやー仕掛けた、ピンをチーしていきました、まあチューンが3枚切れたからなんでしょうね、ここでスモリさんコリッチか、はい、ピン入ったからね、これでテンパイが入りました、リーチだね、はい、ウーピンとチーソーのシャンポンでリーチを打っていきます、いや西島さんさばききましたけど、はい、誰に有利になるかわからないね、親かもしれないしね、はい、そしてこのウーピンとチーソーの町ですが、ウーピンが残り1枚でチーソーは山にはありません、いやこれ何打っちゃってワクスさんからのリーチ来た時大丈夫かなっていうのありますよね、なるほど、もうワクスさん引かないですからね、これ万難打つ可能性あっても攻める、はい、もうよっぽど手がボロボロじゃない限り攻めますからね、はい、とりあえずイーソー回る手はあるよ、とりあえずね、いやでもパピン打つと思うんですけどね、どう打つ、うん、ローピン切りのパピン自分から4枚目ですか、なんか簡単にテンパしそうにないからね、簡単にしそうにないからちょっと回りながら動いてでもいいやみたいなのもあるんじゃないかな、まだなんとかなるでしょうこの形は、あ惜しい、中西の町はローピンが残り1枚です、うん、ああ、ね、こっち来ちゃったね、パピュートナインの正解になりましたね、はい、うん、これでウーピンなくなっちゃったのか、そうですね、ウーピンもチーソーも山にはないです ね、まあね、うん、あとはワクチさんがテンパイ取れるかどうかが焦点です ね、うん、そうだね、はい、まあ、どういう形でテンパイ取れるかだね、はい、例えばチーを入れて何かを切ってね、今ローピンがどんどん薄くなってきたからパーピンが効いてやすくなってきたね、でアンピンはちょっと効きづらいからね、はい、うん、これはさあテンパイが入るかどうか、ワクツ残りつも2回ですもんね、さあ西島もいいシャンテンをキープしています、さっきからでもねちょっとありえないような連チャンがあったよ、
あ、いい射程。これだとね、ただね、ウーピンが出る形ですよね。ウーピンね、うん、まあ、とりあえずパーピンいきますね、これは。パーピン通るとね、次テンパイするとウーピン、ただウーピン打って何点かがわからないからね。裏ドラ乗ると高いけどね、はい、まあ、1個だったら2600ぐらいだからさ。さあ我慢するか、るか、うん、我慢するってもなくはないね。残り積もがあと1回しかないですね、うんうん、そうだね。オーラスまで親がありますから我慢しますか。うん、その可能性はあるね。いや、これ我慢したらすごい精神力だと思いますけどね。ただ我慢するにしたが、我慢するのは酸素数層があるんですね。うん、数ピンがあったか。パーソン、パーソン、パーソン、あ、やめたね。いやー、うん、偉いね。勝負どこは先と、はい、あ、テンパイした、うん、スチュー、スチューはね、うん、はい、西島もテンパイが入りました、スチューマン、うん、いや、この辺我慢するのはね、それもいいんじゃない、うん、どちらにしろテンパイは入ってなかったですね、うん、入ってないね。ただあそこで我慢するという姿勢がね、はい、やっぱり見事だね、はい、いや、なかなか我慢できないですよね、うん、だから投げてないんで全然ね、まだまだ先に、ね、戦いを伸ばして、ね、やっていけるっていうふうに考えてるからね、はい、うん、さあこれで配定となりました。西島、中西の2人テンパイで流局です。オーラスの親がね、ありますからね、はい、さあ、局面は何番に移っていきます。何の一局ですか今から、ね、はい、はい、ここの西島の親番ではまだ手は緩めない方が、いや、もう、はい、絶対ダメです、ね、ずっと緩めないの、ずっとなるほど、はい、緩めちゃダメ、はい、逃げに入っちゃダメですね、はい、最後まで緩めないの、はい、じゃ、まだいくらでも叩いてやるという気持ちで、それはそうよ、ええ、はい、ただその無理攻めにならないようにっていうところだけですね、はい、ポイントは、はい、要するに上がれるところはしっかり上がっとかないと、はい、ね、安く上がれっていう意味じゃなくてね、はい、しっかりした上がりを続けていけばもうそれがベストを尽くした時にあとは結果がしょうがないもんね、はい、一番うまく打ってたらもうそれでいいんだよ、マージャンはね、はい、南極日本馬ドラワチュンです。こちらは靴の手配です。リアンピンがアンコドラダチュンね、はい、西島は、想像の一通などが見える形、ここもね、1、2、3ね、はい、ね、いや、両門切らなかったね、そうですね、うん、まあ、やりすぎもね、ちょっと良くないからね、はい、うん、靴の手作り丁寧だよね、そうですね、うん、さっきの対局で、西島が急走か中走か3ピン切ればテンパイが取れるっていう局面あったと思うんですけど、うんうんうん、あれは素直に切る牌を間違えちゃったらしいです。隣を切っちゃったって言ってました。あ、そうなんだ、はい、間違えちゃいました、うん、3ピン切ろうとしてリアンマンになっちゃったから、そうですね、3ピン決まりが万事ですもんね、そうですね、はい、なるほどね、まあ、そういう、いや、急走切ればとは言ってたんですけど、まあ、それはね、はい、年寄りになるとあるんですよ、それは、はい、私もありますから、はい、いや、隣の部屋切っちゃったってあるんですよ、はい、実際あるのよ、あ、若い人たちがそれを頭に浮かばないんだけど、いや、ありますよ、実際、それは早すぎない、そうですか、はい、いや、でもやっぱりちょっと集中力が途切れ出した頃に、うん、だからその辺が年寄りはね、はい、ポツッと切れちゃって、はい、勘違い、間違ってつまんじゃうことありますね。ああ、なるほど、うん。だから多めに見てください。すいません、はい。さあ、こちらは靴の手配です。ウーピンの手配。単用にしながら差し子の三式みたいなのなくはないね。はい、うん、さあ、西島は手が伸びます。一通などが見える形。ドラはまだ切り出しません。あんまり、ね、手を形決めなかったね、今回はね。はい。うん、ドラのチューンがね、とりあえずここに1枚しかないんですけどね、どうなるかね。そうですね、うん、中西さんは、これは今まではリアンマンなど、うん、最初ね、割と早くね、切ってたけど、今回切ってないね。そうですね、うん、この親番を連チャンさせるわけにはいかないという考え方ですかね、うん、どうなんだろうね、その辺が、さあ、これで一通のイシャンテン、うん、ね、ただ、高めの数層が、うん、数層がちょっとここにあるね、中西さんがアンコです。
やっとリャンマン切ったね、まあ、でも結局リャンマン切るんだね。まあ、泥の中を引いてしまった以上、あのゆったりとした手作りでいこうってことですね。ここもね、天杯ではあるんだけど、天杯取らずでね、まあ、靴は単用の天杯を組み直します、ね、そりゃそうだよね、マンガンが、マンガンぐらいは欲しいよね、最低でも、はい、さあ、ここに来てリースを切っていきました。3色は切っていきましたね。ローワンとか引くとありがたいけどね。タンヤオイーペーコーも嬉しいですね。打点的魅力があるんで、テンパイぐらいはしそうだね。はい、街は結構広いからな。ちなみに、西島が欲しい高めの水槽はもうないですね。そうですね、山にはないですね。天杯しないまである。まあ土槽も相当苦しいですね。そうですね。さあ、これ天杯です。ウッパーピンもあと1枚しかないですね。カンローマン、いや、これは取らない手もあります。リーチを打つか考えてますか。リーチ打つだってあるよ、これ、はい、リーチ打つもありますね、うん、もうさ、これ数万2枚切れなんで、取ったらリーチですね。取らないかリーチ打つかですね、はい、取らなかったね、どうだろうね。さあ、チューンが重なりました。ウパーピンが薄いのは薄いね。スッチーソもどっちも薄いですね、はい、はい、だからそっち切ったね、はい、両面を嫌っていきました、うん、ここももうチューンが切れないからね、はい、ギャーマン通ってるんですかね。3枚きましたね。さあ、今度は、ピンフのいいシャンテン無双で考えます。まあ、あんまりくね、いつまでもいつまでも言ってるわけにいかないからさ。さあ、このチューンが、ね、はい、このチューンの出るタイミングによっては、うん、うわ、ここがね、はい、ここがチューンポンだからね。そうですね、うん、スチーソーが薄いので、いや、ただテンパイしたら打つかもしれないよ、うん、それもありますか、ね、もし転廃したら打っちゃうかもしれないよ。さあ、うわ、それ来たら、これリーチ打ってたら4000オールだったんですね。そうね、そうですね、官僚はポンテンでね、うん、ポンテンで小さつまわりだね。あ、まあでもリーチ打ってたらウッパピ払ってないかもしれないか。あ、そうですね、リーチかけたら何打ったかな。リーチ打ってたら下手したらローマ打たないと思うよ。イソリャンゾーじゃないですか、イソリャンゾー、はい、イソリャンゾー、あ、ヒソウズの下、イソリャンゾーだと、そうだね、ベタ折りってこと、うん、ですね。いやいや、いや、8球打たないと。あ、ごめんなさい、8球、あ、そっかそっか、8球は切れないもんね。いや、これでもローマン取り取った人もありえましたね、だったかな、はい、でもそこまでしないような気がするけどね、そこまで無理しないんじゃないかと思うけどね。さあ、展開が入るか。6球層入れたらチュン短期になるね。はい、ねえ、ロキュソ泣いてでもいいから泣けたらね。この締めまで来ると和靴もチューンはさすがに切りづらいですか。チューンも切れないでしょ、はい、まあ、切らないがためにウーピン打ってるってことですからね、うん、はい、まだテンパイ取るチャンスはありますね。はい、和靴もね、後積もは1回ずつあります、うん、ただこのねえ、西島も親がこれこのまま自然に流れちゃう分にはしょうがないもんね。そうですね、テンパったか、テンパった、大きい、うん、だね、あ、もうこれパース打ちますね、うん、あ、リーチ打つか、あ、リーチ打つ、最終手番ですね、リーチ打たない、最終手番ですね、はい、まあ、パースを切るんでしょう。ただまだ大事に打とうかどうかって考えてるぐらいだね、うん、まあ、自然に上がったらしょうがないでしょう。さあ、これで一人テンパイが濃厚。テンパイしたよ。しかし、和靴の天杯が濃厚ですので、馬もローマも危険杯ですか。いや、でも切るよ、うん、はい、馬を切っていきました、うん、よく天杯したね、今ね。そうですね、びっくりしたね、今ね。はい、これが配点になります。3人天杯、ね、よく天杯ったね、はい、中西さんが痛かったね、一人の天はね。そうですね、まあでも中西さん、まあ、チューン使い切っての天杯はもうあまりに苦しいですもんね、うんうんうん、西島の連チャンとなりました。何一局三本場
石島の親番が続きます。ドラは小そうです。さあ西島は、自家製のトンが統一、ピンズと一目になります。ここは本物っぽい統一、統一でどうなるかな。はい、今度も統一が目立つ形。さあこちらは靴は二面つあります。キューピンがこうなりました。おお、何から言ったの、正解しました。あ、何からシャー、いやいやいや、和屈さんが第一だが、なるほど。いや、もうなんなんて僕だったら選択肢ないですからね。はい、さあそして、西島がトーンを仕掛けました。イーシャンテンです。この次ですね、和屈さんって。はい、こう一枚イゲルのシャーを持ってて、そうですね、シャー一枚イゲルのペーもあって、これは安全策のシャートペイ。いやー、どういう、いやだから積極的に言ってんですよ結局は、はい、ね、要するに ある程度こう泣かれるような牌を先に切っといてね、はい、そういうのありますよ、うん、なるほど。でもこれはうまくはまるね、はまったっていう一曲ですよね、うん、これ西島さんの難を和屈さん持ってるのと持ってないのは大差ですもんね、はい、そうですね。西島は残りの形が苦しいだけに難がキーハイになる可能性が高かったですね。そうですね、トーン1枚目見送る手もあるかなと思ったんですけど仕掛けましたね、うんうん、はい、あのね、トーンを仕掛けることに関して言うとね、はい、要するに難を1枚切られてるでしょう、はい、だからあそこはもうそろそろ仕掛けなきゃっていうのあったんじゃないかな、はい、要するに難1枚切れてる、トンも1枚切れてるっていうとさ、はい、どんどん遅くなっちゃうから、そういうのあるね、まあ、1枚切れてる分期待もしやすいですもんね、うん、期待もしやすいし、はい、ね、ちょっとあ、これもうそろそろ泣かないとまずいかなとかね、はい、そういうのもあるよね。和屈は、こういう時決まって自敗が浮いてる形の時にダブナンダブトンを第一打に切ってるようですね。はい、これペンチ層だけど結構ドラ残ってるから、ペンチ層っていうかね、そのドラ待ちになっても和屈リーチ行くだろうし、はい、上がれる可能性があるね。そうですね、うん、これね、チー層が残ってもいいやみたいな。残ったか、残りました。ただね、3個あったけど、まあまあいいんじゃないこれで。はい、まあ急走ないですからね。急走がないか、はい、まあでも一応3個目パーソルってあるから、はい、さあ西島もテンパイだ。おー、テンパイだ、行きますよ。あ、行かない、ここは行った方がよかったな。まあまあそれは見てるから言えるけどさ、まあまあ手堅く まだまあ守れると思ったんじゃない。はい、うん、難が現物であるだけに、ね、の取り落としといきました。いや、これ7巡目じゃないですか、ね、はい、これ最後まで現物続かないですよね、うん、となると、ね、いや、ある程度行く手はありましたよ。 あの1,2 巡は、はい、ひとまずまあ現物ですんで、スッと出るかもしれない。難があればね、で、うん、この捨て牌だから、あの西島さんがパーマ打ってもそんなに目立たないですよね。もうその安牌仕掛けた以上安牌ないから、そこまでね、思い切っていけるかっていうとなかなか難しいんじゃないの、はい、そのリードしてるしさ、はい、だから難を打って普通じゃないの、うん、ねえ、普通ですよ、難切りぐらいで。ね、ある意味でその和屈があそこでペンチ層でリーチ行ったのがね、はい、要するにその勝負どころを心得てるっていうことでしょ、はい、タイミングが良かったですね、うん、ここは行くっていう、この町になったら行くんだよっていう、はい、ね、それをしっかり打ったんじゃないかな、はい、迷わず行ったもんね、はい、うん、まあ、でも僕の感覚では、うん、でもここで行けないんであれば仕掛けない方が良かったかなっていうふうに思うんですよね、うん、だからそれはね、和屈のところもみんなそうだけど、やっぱりこういろんな人がいるからさ、そうですね、これが結果いい方向に働く可能性もありますね。まあ、ただ小僧だから打ちようがないんだけどさ、小僧、ま、だけは多分打たないからさ、さあ小僧は脇に流れますね、うん、あと2枚ぐらいあるかな。おー、積もったね、積もりました。和屈の積も上がり、うん、1300、2600は、1600、2900の上がりとなりました。第一打の難が生きていて、そうですね、ね、はい、それからね、躊躇せずね、中層でリーチ打ったと、はい、ね、うん、もし難が残っていると、ん、何かこれ、あ、はい、ちょっと休憩に入るようなので、お手洗いですね、はい、そうですね、お手洗い休憩に入るようなので、ちょっとこちらで、お手洗い休憩入っちゃったの、はい、つなぎます。なるほど、まあ、最終戦なんで、
一半ちゃんも長くなりますもんね。そうですね、はい。あれじゃないの、やっぱ僕と一緒でお年寄りがいるからじゃないの。ちょっと誰だかはわからないですけど、いやいや、大体お年寄りが多いですよね。まあそれはしょうがないですよ、もう年取るとね、はい、トイレ近くなっちゃうから、はい、まあ、緊張もありますしね。しょうがないですよ、はい、だから誰か知らないですよそれは、はい。まあでもここまでの最終戦もかなり面白いですよね。いやこれからですよ、だから今の上がりがやっぱりね、やっぱりいい上がりだったし、はい、ね、やっぱりそれだけ和骨捨ててないよね、捨ててないというか粘り強いし、あのトン四局の親で降りたのも見事ですよね、うんうん、あれ辺もね、やっぱりじゃあこれは行くのにあれ降りるのみたいなね、はい、その辺の押し引きもいいし、はい、それから今のやっぱりノータイムでパンと打つとこがね、はい、うん、いいですよね、はい。ただちょっと裏ドラ乗んなかったのが残念なぐらいかな。そうですね、まあ、中西さんあれ魚谷とかだったらローソーとか裏ドラにするよな。いや私できないですそんなそんな気がする、はい。そうタニアすると思うけどな。そうですか。キューピンが裏ドラってバビン3枚見えてるのにみたいな。そういうことがあったよ。ありましたっけ。はい、最強戦やった時になんだよ、なんでそんなに上がるんだみたいな。はい、森山さん、はい、口に入れてました。はい、出てた出てました。まあ、いい加減にしろよって言ってた。いや、何でも上がるなって言ってました。何でも上がってたね。はい。ただ何でも上がったのをもうちょっと活かせばよかったんだよな。そうですね。あれ後で変な打ち方しちゃったからさ、はい、あれもったいなかったな、はい、最強に取れてたのにな。うん、はい、すいません。いやいや、しばらくないんだけど、まあそこでね、また勉強して、はい、ね、あれ惜しかったな、こっちはもう全然目がなかったからさ、はい、ね、そういうこともありますが、そうですね、まあ、まあでもこのチーソー積もるのは阿久津も大したもんだね、はい、うん、これで可能性が出てきたね。まあ、特に対局者本人はいけるって気になれるつもですよね、うん、そう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 、ね、それも躊躇せずにさっといけるとこが ね彼女のやっぱり、ね、強さだよな、うん、ちょっと迷う人いるよね。そうですね、だから事前に決めてんだよ、テンパったチーソー行くぞって決めとかないとダメよね、はい、うん、まあ、逆に言えば反撃されたらもうかなり絶望的な手配ですもんね、うん、かなりね、通奏切りだからチーソー引っ掛けとか言うんじゃないからね。そうですね、そういうの積もりにいってるリーチですね。もうそれは確実、はい、まあ、あの出会うのも打点的に嬉しくない、それと親も止めれるだろうっていうのもあるかもしれないね、はい、親も来ないんじゃないかみたいなね、はい、はい。そして、まあ、ただ親もね、今あの降りたんですけど上がり逃してないんでね、はい、あれ上がり逃してると辛いんだよね、はい。さあ中西さんはもうこの矢場は絶対に落とせないです。はい、勝負が再開されました。でどんな手だ。で和久さんは一緒に中西さんと一緒に西島さんを追いかけてる立場なんで、はい、これは蹴る必要ないんで、はい、あの中西さんはいつもよりはちょっと連チャンしやすくなりますよね。軽いてこないんで。なるほど。まあ、もちろんあの目いっぱい、はい、あの手作りした結果がリーチのみになってしまう可能性あるんですけど。はい、いやだからここでね、そのあの西島さんが要するにここで変な気持ちを起こしてその逃げに走るとね、危ないね、はい、危ないですね。別にその逃げるような局面でもないから、はい、ね、それがあの和屈の親だったらまだね蹴りたいけど、はい、ね、中西さんの親だったらまあ多少余裕があるから、はい、慌てて仕掛けずに、ね、はい、じっくりこうギリギリまで我慢してもし仕掛けるとしてもね、はい、そういうふうに持っていくと後でバタバタしないと思いますよ、はい。もし仕掛けてね失敗しちゃうとね、もうあと足がなくなっちゃうんだよね、はい、だからこの難もね2泣きぐらいでいいんですよ。なるほど。これを1泣きしてると危ないと思いますよ、はい、うん、まあ、形が相当苦しいですからね、うん、それもあるけど、まあ、形云々というよりもそういう対局感をね、はい、持ってるかどうかっていうのがね、はい、うん、ただ和屈悪くないね、はい、この辺まで来ると結構気持ち的にはいろんな思いが出てきますよね。ありますね、はい、優勝も目前と。だからここに今何か手かかった、これ泣いちゃダメ、はい、これは泣きませんね。これ泣かないといいよ、これ泣いちゃうと苦しくなっちゃう、はい、うん、やはり焦る気持ちから泣きたくなるのもあります。でもいい手が入る、こっちに入るね、いいのがね、はい、そっか、難しいとこだな。正直、はい、西島さんの立場からすると、はい、どうせオーラス自分で上がらないと優勝ないんですよ、うん、そうですね、まあ、和久さん脳天っていう可能性はもちろんあるんですけど、うん、はい、まあ、十中八九自分で上がらないと優勝決まらないんですよ、はい、となるとこの点差ってそんなに今関係ない状況に一上がりでもこれね、なるんで、はい、無理してさばきに行くべき状況ではないですよね、はい、上がって終わりにできないんだっけ。上がり目はありません。ないんだよな、はい、そうなんだよ。
そうそう、上がりやめのないルールなんですよ、はい、なんである程度点差を離して脳天って伏せると、ね、チャンスが2回ぐらいあるんだよね。そうですね、逆転されてもね、はい、逆転されて終わりじゃないからね、はい、あれでも書き言うとルール的にあのルールはきついね。ボーナス上がりやめがあった方が楽だね。あ、そうですか。いや、だって優勝できる人はね、優勝するにはね、はい、一旦トップに立ってもほらもう一回やんなきゃいけないじゃないですか、そうですね、まあでも逆に先行してる方は上がりやめがあると相当辛いですよね。まあね、はい、いやだからトップに一旦立ってもやめられないっていうところがきついっていう話、はい、一応公式戦では上がりやめがあるのは最強戦だけとなってますね、うん、まあ、そうですね。ここはチートイツ、あ、転敗しました、うん、チートイツの3ピン短期見ましたよ、3ピン、はい、いやドラドラですもん ね、 そうなんだよね、3ピンは山にですね、うん、さあこの誰がここをね打つのか、それか積もるのかみたいなね、はい、いやこれ西島さん打ったら並びですもんね、3人も。あ、これゴロッチ三式来た、はい、ゴロッチ三式の手になってきた。うわ、これは面白い曲になる、うん、ピン。さあこれで持ち前9ピンにしたいですか。9ピンにしたいですね。9ピン、リーチ、つもぎりリーチか、これはきつい。いやでもこれ面白いですね。いやそうだけど積もると大きいけど、これあれですね、自分の目からイースピン7枚見えてるんで、うん、なるほどね。で今野さん換算ピン払いですよね。西間さん3ピン切ってる、山にあるっていうあれだね、はい、山にあるの読み切ったんですね、うん、なるほど。実際あるしね。まあでも出上がりの可能性は低いですけど、もうこれ、うん、中西さんはトップ取るだけじゃダメですもんね、はい、あの西島さんとは5800点差つけなきゃいけない。ただ、降りられちゃうからね。積もったらいいけど、そうですね、降りられちゃうからさ、まあ、勝負かけたってことですね、うん、勝負かけたね、まあ、あとはあれですか、リーチを打たないで自由に進められるのが怖かった、うん、さあこの3ピン、今野君とこ行った、はい、ここは出ませんね。ちょっとこれでマイナス、あと1枚しかない。さあそしてこの9ピンだったら捉えられていた、ね、闇点だったら出ますね。これ助かったね、え面白いもんだね、枠図が助かった。いやこれ枠図さん攻め返しありますね。攻めか、いや返すよ、手がいいんだもん。いやこれ数万はしょうがない、数は無理、まあ、でもこれは無理ですね、はい、枠図がね、要するに今3式目でいってるから、でテンパ入ったら行くよ、サクッと勝負かける、すぐ勝負かける、 すぐ勝負かけるっていうね、思い切りのいいタイプだからさ、2回も打ってるじゃん。そうですねこれは9ピン待ち闇点だと暴走がこうか、打ってた可能性が高いですね。なな、いや手に汗握る展開、はい、3ピンは残り1枚です。枠津の天敗がどうなるかな。スチーワンになったら、はい、ローソがないんだよね。そうですね、ローソはもう10枚ですね。あ、スチーマン6枚切れだ。あ、これで7枚切れだ。もういけない。あ、そうですね、これでさすがに押しづらいでしょうか。ただ9ピンでさ、9ピン待ちでダマで上がってるからさ、あれ逃しちゃったらね、もうなかったら上がりがない。そうですね、これで積もり上がれば大きな上がりとなりますが、うん、そうだね、積もり上がればね、もう降りですね。枠さんこれ降りますよね、さすがに10万9、7枚切れちゃったら。そうですね、官老層もいい受けとは言えませんからね。もうベタ売りになりますね、これ数層3層っていくんじゃないですかね。これ3万万が1があったら、あ、行った万が1怖いですけどね。いや、まあ行くタイプなんですよ。数万はいらない牌ということでしょうかね、うん、チーマンが欲しいと。まあ、でもあと1枚、はい、いやそのぐらい臆すつもりじゃないと、さっき、お、このローピン効くかもしれない。今野さんはベタ折りだから出ないですよね。ただ枠津に行った場合は若干危ないですね。若干危ない。ただここで折りますか。いや小さい行く、小さい行くとしたら、どうやめるんだ。あ、これはやめるんだ、さすがに。あ、なるほど、数層取ってても小さい行かないんだね。そうですね、面白いね。さあ残り1枚の3ピン積もれるか。あの9ピンがね、ダマなら上がれてたのが。そうですね、これ積もるといいけどな。積もれば大きい、ね、積もれば大きいけどね、はい、8000オールまであるわけだからね、うん、あと2回、ね、さあいるのか。いいそう、まあ、じゃあね、この辺がね大差だからね。そうですね、あと1回だね、積もるね。1枚が大事ですからね、うん、ここで上がったか、もう1枚もいいですけど、ここで上がったかどうかが大きいのよ、はい、上がれを逃したかどうかっていうのが、はい、あー、ダメか、これは積もることができませんでした。9ピンでね、ちょっと1回上がっ
とおいた方が、まあ、結果だけ言うとね、1回9で上がっていてよかったんじゃないのっていう感じだったけどな、はい、これ痛かったね。さあ中西一人転敗です。反対枠図助かったね。そうですね、あの9止まんないと思うもん。闇天邪魔は、まあ、順番で間違いなく止まんないから、すぐ打ってるから9600もうアウトでしょう、はい。まあ、3ピンにしろ9ピンにしろ3ピン闇天だったら今度から当たってた可能性もありますし、うん、そう、まあね、はい、ただ、まあ、だ黙って待つんなら9、まあでも3ピンにするにはリーチでだと思います。あの闇天にするならば9ピンに受けるべきだと僕は思うので、うん、はい、ちょっと今ちょっと苦笑いをそうですね、そうだよね、ちょっとやりすぎた、ちょっとあまりだったかなみたいなね。まあでもその勝負をかけるっていう意味では、うん、その意思のあるマネージャー見せて、うん、くださいましたよね、うん。その中西は2名で来ています。あそこで行きましたからね。さあこの手がいいか、まあ、でも流局ではまだチャンス残りますからね。本君手はいいんだけどさ、上がらないからな、あんまりな。ここも悪くないですね。さあこちらは白が統一、この白はまあしょうがないかな、泣かないと、はい、あんまり高くなりそうにもないし、どうするかな。まあ面単品差し子ありますね、うん、ここね、ダブルアンコなんだよね。ドラ、ドラ来たからこれでちょっとね、仕掛けづらくなったね、白をね、はい。うん、さあそして仕掛けた、もうドラ短期自殺ってことですね。ドラ短期で行くのかい、チートするのよかったかもしれないよ。はい、この白を仕掛けていきました。これかなり事件かもしれないよ、これね。どういう展開になるんだろう。いやもう中西さんはここはもう効率重視でまっすぐ先行リーチ目指していきたい局面ですね。この鳴きがどうだったかな、このそらこれで、おお行くね。はい。リュウハ切るんだきっと。パーマン流れた。まあ、パーマン引いたら切りそうですね。違うの、今パーマン流れた。だからチーで今の2ピンチーでパーマン流れた。はい。枠図にパーマン入るとこだった。それを2ピン仕掛けたからパーマン流れてね。さあどう、まあ、リュウハ持ってくればすごいけどね。これカンパーワンで、例えばリュウハ切ってカンパーワンで押せないでしょ。うわ引くね、いろいろ、うん、これでいい形のいいシャンテンとなりました。トラ短期上がったりしてね、トラ短期になって上がったりしてね、いいシャンテン。さあ西島3色見るなら水槽、3色見るから、ね、水槽ですね。さすがにリャンシャンテン戻しのチーピン、キューピンは怖すぎるんで、はい、テンパったよ。ドラ短期に受けそう。ちまちに受ける。これはドラ短期に受ける。どっちがいい？ドラ短期じゃないかな。まあでもまあドラ短期に受けた方が要するに打点的には嬉しいし、ドラで上がると勢いつきそうだよね。ああそっち切った。これ中西さんの反撃見えてますもんね。これはいいんだけど、いいんだけどドラだけ引いてくるなよっていう感じ。ドラで失敗しないでっていう。ドラで失敗すると苦しいよ。ね、ただこの中西さんの親番をあ、はい、パーワンで報酬となりました。線、ね、は1300の感じです。これどうだったかな、この直の1300はね、はい、このただ中西さんの親番を流すと、うん、中西さんが高い手しか上がれなくなるので、なくなっちゃう、ね、ほぼ2人勝負になるという考えもあるんじゃないでしょうかね。だからそっちがいいとは限らないですからね、はい。あと中西さんは西島さんより5800は上に行かなければいけないので、トップ取らなきゃいけないからね、もう高いか、今が168差、ハネマンハネマンでもいいのか、うん、ハネツモハネツモぐらいなら、まだ間に合うね。ハネツモハネツモは間に合わないです。間に合わない、はい、あ間に合う、楽勝で間に合いました、ごめんなさい。ハネツモマンツモで間に合います。マンツモでは間に合う、ハネツモマンツモで間に合います。その西島の手配ですが、ドラがあんこです。ドラあんこ、酸素あんこ、はい、ん西島さんがあんこ、はい、うん、中西は逆に少し厳しい手配でしょうか。放浪地の3色などを見ます。最後の親がちょっと長引くからね。あ、そうですね、今野くんの手です。これ今野さんももうこの曲は、はい、まあ行くでしょうね、リーチ、うん、もう面前でリーチっていう方法論で、はい、アディアンスを切ったね、アディアンス外して、はい、今度も発願校となっております。まあ、普通はまあちょっと今回はちょっと遠い感じですね、はい。まあオーラスの絵が勝負だからね、ポイントはね、うん、
カニさんがこれどういう何点に持ってるからね。まあちゃんた系に持ってきたいとこですよね、うん、中西さんは。なるほど、一気通貫系になってきた。なんか何切っちゃえ。さあ、一品でもいいのか。ローピンをもう一見るのか。いやでもドラサガソウだからね。あ、そうか、本一の方見た。はい、うん、なるほどね。ここが単ヤオでなんとかなる形になりましたね。これ単ヤオドラさん決まったら大体かなり大きいね。おっと、はい、今度がウーマンガンコになります。これスーアンコ狙いか、一応ね。はい、記念スーアンコね。いやでも今度これでも役満積もると一気に現実的になってきますけどね、はいはい、そうなの。親ですからね、1万6000万だとなんとかなるの。1万6000万、2回ぐらい積もってきたら、まあ、お前無茶言うなよ。でも1万6000オール、6000オール、4000オールぐらいだったら現実的ですよね。現実的だろそれ。そうなんだ。あ、役満2回積もぐらいでなんか並びそうな感じですね。役満2回積もってね、そんなもんね。そうですけど、簡単に上がれるもんじゃないでしょう。6、7、8、5、6、7、8などが見えますか。そうだね、5、6、7、8、8、8、8を暗冠します。新郎は小さい。誰だ喜んだの、西島さんが1枚。そうですね、中西さんも条件が作りやすくなりましたね、まあ、確かにあのこれでピンフドライチで裏ドラ2個あるんで、リーチってツモにかけ、ツモか西島さん直撃にかけると思いますね、まあ、直撃はなかなかね、はい、さあこれはゴロチの3色にしちゃこれでね、ロキュピンとね、うん、いやかなり、うん、ちょっと育ちましたね。育ちましたね。育ったね、うん、おっと、さあどうする。スーアン3番行くか考えています。 E ピンを、まあ、E ピンからでも本一残りますからね、うん、まだ、うん、E ピンあんまりないからね。 E ピン2枚切れなんで、うん、そして西島手が伸びません、うん、これで6、7切ってね、得意のちょっとパワーが薄いけどね、はい、あ、ウーアンコかアンコか。そうですね、ウーアンが残り1枚ですね、うん、うわうわすごい。ドラ来すぎても困っちゃうね。ここないね、ドラがね。そうですね。すこの換算層になりそうですね。うん、まあとりあえず換算層なんだろうけどね。はい、その後変化して。さあ、ワクツこれでイーション点に受けれますが、受けません。うん、うわわ、なんだこれ。そう。これで一応イーション点ですね、チーズを切るね。チーしてね。はい、イーション点に受けました。単葉部分のイーション点です。泣けるしな。今度テンパイが入りません。河野くんもポンポンするのか。あ、何が引いた。リズムで引いたね。一応テンパイ逃しの形ではありますが、もうこれ何打ちますね。これ何打つ、順目的に何打つと思いますね。メンホンまでいくか。そう考えています。リャグアンが良さそうに見えるよね、捨て牌の感じだとね。マンズありそうだしね。さすがに本一普通ちょっと厳しいですもんね。何打ちますよね。何を打っていきました。うん、さあ西島これで2ピンのターツができました。まあ換算ピン払いですね。はい、換算ピンを嫌ってきます。ここがもう一つ入んないね。もうちょっとそうですね、ウッパーマンが少し薄いですね。何が来た。しゃあ、いやこれも分かんないですね。これでさあこれでさらに本店取れ る, 取れるね、はい、うん、サブロー、ローソンもポンテもローソンないけど、もうローマンもなかったですね。ローマンなかった、うん、お、これでリアンソーか。ドラ受けを残して、はい、パーピンからでした、うん、まあ、これでもう間違いなくポンテン取りますよね、順目的にも。今ね、取るね、取らないともう何がないね、はい、ない。さあテンパイが入るのか、リアンマンです。テンパイしないね。よいしょ、リーチ。これもリーチですよね、リーチの一手、ね、3万切ってね、うん、これに対して、これに対して中西さんがテンパイしてね、いけるかどうかだな。これは現物スチーピンだよね、マッチね、はい、まあ、今野さんも行きますよね、ここは。うまくいかないでしょうがないからね。そうですね、うん、あ、降りた、あ、引いた。いや、まあ、いけそうだったけどな。ちなみにスッチーピンまだ5枚生きてます、うん、おお、
え、5枚もいるんだ。あ、天、チーテン。チーテン。チーテンさ、これは。お前パーマン現物打ちますよね。これは順からの方だ。いや、この泣きってどうだったかな。数は現物だけどやめる。あ、西島さんに間4件の分ですね。あ、積もった、休め。でも積もった。さあ、裏ドラは乗るのか。乗らず。700、1300。はい。700、1300の上がりとなりました。さあ、これでオーラスですか。はい、オーラスを迎えます。その前に選手の条件確認はありますか。はい、うん、まあ分かりやすいね、はい、今回はね。まあ枠内さんと西島さんはもうトップ取った方が優勝ですね。まあ中西さんが条件残りますね。そうですね。中西今の点差が168差。バイマンは？にダメですね。バイマンはダメです。直撃、あ、バイマンダメか。ダメですね。直撃もダメです。じゃあ役満だ。三倍マンが。三倍マンありか。ツモは三倍マンは大丈夫ですね。はい、で、枠との点差が。まあこれはあれですよね。どっちでもいいけど上になった方が勝ちだよね。そうですね。だから石山さんは上がればいいよね。はい。枠さんは、枠さんはまずベンちゃんからと。出上がりも3倍満しかダメですね。倍満、直撃は枠津さんから出ても西島さんから出ても倍満はダメですね。こちらが枠津の手配です。まあほとんど約満ですね、はい、2人の一騎打ちに枠津西島の手だけ見てればいいね、ほとんど。そうですね、よほど何かが起きないかしら、ね、ドラなんだけど今度くん持ってるけどね、仕掛けた意味ないからどうするかね。さあ、そして西島の手が早そうですか。うん、ドーピン入ったね。はい、あ、早いね、リャンシャンテンだ、はい、リャンシャンテンです ね、 ね、ドラのナンが出た時にはテンパイかな、きっと。そうですね。ただ事前にナンを打ってね、手広く構えるかどうかだけでしょうね、きっとね、はい、まあ、そう、精神力いりますよね。枠津さんにポンされたら痛すぎますもんね。いやそれは切ると思うよ、はい、上がりたいからさ、ま、ただここは勝負どころですもんね、うん、さあ、このこれ、うわー、これ痛かったね。あ、だから今ナンから切っときゃよかったんか。はい、ナンゲームありましたね。ただ今度くんがポンするかどうかわかんないけど、いや、コンボさんはしないんじゃないですか。しないか、うん、いや、はい、今の椅子ワンがどうだろうね。あ、今のは痛かったかもしれないです。痛かったかもしれないよ。さあ、そしてワクツの手が進んでいきます。うん、まあ、白ですね。まあ、白でかな、とりあえずはね。ウーピンが本一に行く。すごい、ウーピンがでも3枚切れだ。ウーピン3枚切れだからいいかもしれない。あ、ローピンでね、はい、配信トラブルで今ちょっと対局が、止まりました。少々お待ちください。ちょっと配信トラブルみたいですね。これで、ね、今映ってないってこと？あ、今こちらが映ってます。あ、映ってはいるけど、はい、画面には出てる。あ、映像、そうですね、今映像映ってないですね、すいません。映像映ってないの、はい、うん、よくあるね、これね。長い時間やってるとなるって。あ、そうなんですね、うん、だから始まった時にエクスキューズ言ってあげてください。あ、はい、エクスキューズに、はい、いや、本当にね、はい、長くやってるとね、こういう風なになるんですよ。これこっちの水、こっちのトラブルではなくて、はい、ニコ生サイドのね、はい、システムトラブルみたいなんですよ、はい、そう言っちゃって構わないから、はい、コメントが、うん、ここから有料ってすごい気になるってそうだね、はい、いや、大丈夫です、ここからも無料でまだ見れますので、まあ、でもこれは今聞こえてないでしょ、何も。あ、まあ、聞こえてんの？音声も聞こえてないんですね。何も通ってないでしょ、ここで。最後まで無料ですって書いてるはい、治った？あ、はい、すいません、配信トラブルでちょっと今一度配信が止まってしまいましたが、さあ、ここから有料ですよ、そうやじゃあ2個はい、ここからも無料なので最後まで、はい、対局をお楽しみください、ね、たまになんかちょっとね、ニコ生の方のトラブルがあるみたいなんですよね、こういう長くやってるとね、はい、申し訳ありませんでした、はい、申し訳ございません、はい、さあ、ここでローピン、枠津さんがローソーを引いたとこでしたっけ、うん、そうですね、はい、でローピンはウーピンがバーに3枚切れてるからね、はい、これでローピン切ったと。問題ここだね。そうですね、西島の、うん、早いよ、ここね、イースマンの受けが、うん、はい、どうなるかでしょうか。
さあ、バクツは白を切ります。うん、ノートな切ったね、はい、これで。ただカンウーピンか、ウーピン3枚切れ、ね、うん、そうですね、いいシャンテンですが、ウーピンは3枚切れなので、スーアンはいいとこだったけどね。そうですね、まあ、でもバーピンズどうにかまだ分かんないけど、はい、あれが吹いてきた。さあバクツ、これで、はい、チューン切ってきました。チューン切った、あ、チューン切ったね。さあ、うん、これでバーピンに変わったけど、いいとは限らない。はい、そうですね、これは良くないかもしれないよ。ピンズ払いたいですよね、うん、そうですね、ピンズがさ、きついよ。パーピンもピンも3枚ずつ自分の目から見えていますね。今度何の登場としてた、これでワクツも難を合わせます、うん、いや、このパーピンがね、ちょっとポイントですね。そうですね、うん、早くもうパーピンももうないしね、ウピンもないし、はい、西島はこのパーソンにくっつけば、うん、変えていけますか。さあ、これで選択です。ただ三式になったね、これでね。そうですね。でもこれはあのウッパーピン払った方がいいですね。うん、ね、チーテン効くし、ね、チーソーがね。ただね、ソーズが高いんだよ。見た目の枚数もソーズの方が、うん、ソーズチーソーないよほとんど。そうですね。うん、これわかんないな、どうなるかな。うん、ああ、これいいシャンテン。こっち来た。はあ。そっち、まあ本一行く余裕はないですよね、もう。ただソーズ伸びてるよ。中西さんも想図ですもんね。うん、そうなんだけど、想図しか伸びてないね。サブローマンが薄い。さあ、テンパイが入るのか、ワクツ。問題飛んだね。これは西島さんはリャンソもチーしそうですよね。うん、チーした時にもう間違いないよ。はい、さあ、西島パーソン引き入れて少しいい形になりました。サブローがないからさ。いやー、これはチー点が入る、チーそうだ。ただウーマン打つ手もある。ローマンが4枚切れたんですよ、はい、チート率があります。チート率ある分ウーマン切る手もあります。いや、これはもうこれはあれですよ、その想像の伸びをちょっと見切れなかったか。3万を自身で引く、もしくはチーできるか。これはチー点が入りました。これチー点入れたら終わりだね。はい、リャンウソーで転敗です。これは大きいんじゃない。しかしリャンウソー山には1枚、はい、まだ分からないけども、これはちょっと大きなね、あれだったね、うん、山には1枚。ただ山には1枚なので流局の可能性も。いや、分からない。いやいや、まあ、そんなことね、まだ上がりまだあるんだけど、はい、ね、枠図の上がりもあるんだけどね。ただ想像が伸びてたから、ここで例えば想像の磯層とか老朽層を流されちゃうと大きい、はい、ああ、ほら磯流してた。これは痛いですね。これ老朽層でさ、いや、ウーマン切る手もありましたよ ね、 そうですね。いや、例えばあのパーソンの時にマンズを切るという手もあったということですか。そう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 。あ、あそこでね、どうしても目先の天敗系に行っちゃうから、はい、ね、あそこで何かをさ、想像がわーっと伸びてるんだから、はい、これね、これ上がりだったよ多分。老僧がね、今ね、あれからであの流れたでしょう。老朽層上がりだったよ。西島さんが老僧掴んでましたね。うん、さあ、天敗が入りました。これはもうリーチ、リーチですね。ウーマン切ってリーチですね。うんうん、あのシャンポンですこれは。でもこれもしょうがない、ウーマン切ってリーチ。あー、すごい、そっちした。ウーマン切ってリーチ。ただサブローガン山にはあるかもしれないね。はい、山にただローガンゼロだよ、3万しかない。ゼロです。すごいね、この3万。3万が2枚、すごいね。あ、なるほど、トンが表示牌でもう今野さんや、うんうん、もう枚数的に考えるとさ、はい、持ってるって思うんですかね。まあでもそれ3万も一緒だと思うんですけどね、うん、いや、さあ、これはね、これはもう結果の根本的にそのソーズ切ったとかがポイントじゃないの。はい、ここは西島はここはおりませんね。ただそれはいいけど流れる可能性も出てきたね、はい、もうこれチャンスですからね。ドラ打ってもらってるんで、うん、打ってもそんなひどいことにならない可能性が高い、はい、あ、すごいすごいね、こいつ。うわ、うわ、すごいわ、これは大きい。この人には負けるすごい、お見事、ワクツ頑張ったね、すげえな。あれで3億万に受ける、すごい。これは大きい上がりとなりました。次の手の終わりだからね。でマンツの条件残りましたね、西島さん。いや、残るんだろうけど、まあ、ただ脳天にしちゃいけないんだよ、上がらなきゃ最終的に脳天はしょうがないけど ね、 ね、最初から逃げるわけにいかないから。このルールでのマンガンツモ条件は現実的ですから、うん、はい、すごいね、今の選択がすごいな。いや、僕はシャンポンに受けてそうですね。これ受けちゃうな。
もういや三枚山にあるだろうとは思うんだよね。あ、そうですか。いや、ないやだってみんな万全安かったら結構、はい、それでスワン、もうでもコンゴさんがもう何を持ってたらおかしくないんで、おかしくないかな。でもすごいな、おかず褒めるしかないな。さあ、そして西島、これは武装が貫通ですね。マンガンがここすごいじゃんだけどさ、中西さんは上限、ここスワンコ、これ3倍マン足りなくなりますね。3倍マン足りない、スワンコ持ってけんでしょ。中西さんは出上がりはもう条件がない、あ、まあダブルヤックマンがない、あ、ダブルヤックマンあるか。これはね、今ね、なんちゃはね、西島はね、今ね、上がっても点数が足りない、この形は。はい、うん、ただ、そもそも一色を見せてますね、このままではね、うん、はい、これで、まあ、行くしかないですよね、陣一に行くしかないね、はい、うん、こっちがマンズだからね、あの、ソーズ出るからね、はい、うまくなければ陣一で上がれることはあるね。もう和久さんはこれは、うん、もうこれ一直線だね、うん、あの、この手配じゃやむなしで流局を目指していく可能性ありますね。この段階からもう絞っていく可能性ありますね。なるほど、地位、地位の地位させないっていう想像は切らないね、まあ、まだどっちの色か分かんないんですけど、うんうんうん、色が判明した時点でもう全てを抑え込みに行くっていう可能性もありますね、はい、ただもうパーピンが前に4枚切れちゃってるからね、まあ、想像の方が可能性は高い、想像の方が高いね。あ、これチーだ。このチーがどうだった。これはこのチーで。ですね、もうあとはもう西島さんも自分のツモと勝負っていうふうに決断のチーでしたね。今のはもちろん泣かなきゃいけないけど、この泣かした方がどうかだね。もし負けた時にはここのあれだよ。今でももう抜いちゃったよ。あ、急走、ね、急走ポンですね。ポンだよこれで。さあこれで。いいシャンテン、まあ、中西さんもまだ可能性が残ってますからね。だけどこれ出上がりダメでしょ。スワンコ役満ツモです。違う違う、そうじゃなくて、あの、西島さんはこれ出上がりダメでしょ。ダメですね、ツモ上がりじゃないとダメです ね、 ね、そこが問題だよね。まあ、暗冠してドラが乗った場合だけですもんね。あ、まあ、暗冠できる形じゃないから。あ、ソーズだ。うわー、サブロッサ、うわー、これは、ね、1、2、出上がりダメだよね。あ、3、4、4枚、3枚、3枚、ツモ上がりはありだよ、これ3枚生きています。さあこれはどうなるのか分かりませんこれはだから、これはあの、例えばあるとしたら和久津の油断だよね、はい、あの三層切りがさ、あ、積もった、積もった、ね、これは油断だよね、あの三層切りが、三層切りがもう奈落の底だよね、うん、まあでも、ん、酸素切ってなくてもこれ酸素吸素どっちも自分で引けるんで、まだ酸素吸素量あのいつも戻ってるんで、戻った、ね、でなんで吸素酸素引く、まあ、まだどうだったかな、あれですよね、数素の自力で今ここでやっとテンパイ入ってたとこですもんね。はい、はい、というわけで最終戦なんかすごいお話になりましたね終了しました。おそらくですがこの結果優勝は、ね、西島プロとなりました、はい、正式な発表はお知らせの後、ね、表彰式にて行います。しばらくお待ちください。うん、すごいすごい。はい、それでは表彰式に入りますが、その前に戦いを終え惜しくも敗れた選手の皆さんに感想を聞いてまいりましょう。まずは4位となりました河野プロ、はい、お疲れ様です。本日はいかがでしたでしょうか。はい、なんていうんですかね、6年間要は A から落ちて低迷してた期間を考えれば、はい、まあ、この舞台に先に表彰、先に表彰いきましょう。はい、すいません、失礼しました、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、すみません、それでは改めてお願いいたします。はい、まあ、今期 A2 に戻ってきたんですけど、前回 A2 落ちてから6年間まあ、低迷期間というか落ちてた期間がありまして、まあ、その時の苦しさを考えれば、まあ、こういう舞台に立てたということが、まあ、一つの満足であり、はい、またダメなところもまた反省し直してもう一度また立てるように、はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。会長からもお願いします。いや、もうちょっと頑張ってくれると思ってたんだけどね。はい、ね、じゃあ今日はちょっともうちょっと小さくなって帰ってくださいはい、ということでありがとうございました。
はい、続きまして第3位中西さん。はい、本日はお疲れ様です。あ、少々、ね、はい、本日一日の感想などよろしくお願いします。いや疲れました、はい、お疲れ様です。クタクタです。はい、今日は3位という結果でしたが、まあこんなもんでしょう。青ちゃんですか。はい、はい、本日はいい戦いを見させていただきました。ありがとうございました。こちらこそ。はい、会長から。いやいや、もう本当ね、途中までは本当全然可能性あったんでね、またこれに懲りずですね、また挑戦していただいて、え、ではまた来年、え、また頑張ってほしいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、続いては惜しくも準優勝となりましたワックスプロ。はい、ありがとうございました。はい、本日の感想をお願いします。はい、はい、決勝に残ると思ってなくて、残れただけですごい嬉しかったんですけど、すぐ届くとこにあったんでトロフィー欲しかったです。はい、最後の4000オール相撲で優勝が見えたと思いますが、すいません。はい、何切ったらよかったかちょっと分かんないんで、はい、はい、すいません。はい、整理し直してきます。はい、今回は準優勝ということになりましたが、またワクツプロの実力ならこの戦いの場に戻ってきてくれると信じてます。今回もですね。はい、すいませんでした。はい、会長からお願いします。いや、ね、力は間違いなくあるしね、うん、ただ最後のこうここっていうところに、まあ、いいとこと悪いとこが混在している部分があって、まあ、最後もね、本一に手を伸ばす手をあの時だけ忘れちゃったかなっていうね、想像のパースを切っちゃったのね。だからちょっと本一頭にあれば小さくついて自然にね、あれ位相入ってね、ロ級層なのよ。それで多分ね、西島さんからロー層出てた、西島さんロー層掴んでるんだけど、その分1万2000助けてるから最後あんなねエンディングになっちゃいましたけど、だけどいいところがすごくあるんでね、本当に頑張ってほしいと思います。はい、優しいですね。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さて、それでは優勝者の表彰へと参りましょう。第23期マスターズチャンピオンは西島プロです。おめでとうございます。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。西島プロには、はい、優勝カップが日本プロ麻雀連盟会長森山茂和より授与されます。さて、優勝の西島プロにお話を伺いましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。素直に嬉しいです。はい、でやはり今まで、支えていただいた方々や家族のみんなに本当に感謝したいと思います。はい、夢のようです。ありがとうございました。はい、最終局の1個前は、4000オールを積もられて、うん、もうちょっと難しいかなと思ったんですけど、ただ満願積もで逆転があったので、はい、もうそれだけを考えてやりました。はい、はい、そして最後は自分の力で3層積もと、そうですね、奇跡的な着方をしたと思いますので、はい、びっくりしました。はいはい、はい、本日は優勝という形で終わりまして、本当におめでとうございます。ありがとうございました。じゃあ森山会長からもお願いします。はい、もう78歳なんで、違う違う違う67歳、67歳だったその辺間違いない、そんな年じゃなかったですね。いや本当に多分最年長ね、優勝で、はい、本当に頑張ってこられたんで、はい、ありがとうございます。最後本当見事でしたよね。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。では以上をもちまして第23期麻雀マスターズを終了させていただきます。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。